どうも、つぶつぶやです。春なので葉差し、皆さん楽しまれていると思います。つぶつぶやでも前回葉差しの動画をおさらいでお届けしたのですが、ありがたいことにたくさんのご質問いただきました。なので今回はそちらの質問に答えていく動画となっております。それでは早速お答えしていきます。まず一つ目、葉差しがなかなか大きくならない。春になって気温が上がったにもかかわらず、葉差したち芽は出てもなかなか大きくならなかったり、なかなか芽も出ない場合もあります。ズバリ、気温が高くないとなかなか大きくならないものや、紅葉している葉っぱなどを葉差しに挑戦した場合、やはり同じく成長が著しくゆっくりめの場合もあります。そういったなかなか成長しない葉差しを見かけたら、じゃん、活力剤。こういった活力剤を水の中に少し入れてあげることによって、どん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 芽が出る可能性がとても大きいです。とはいえ、気温がそこそこ高くなければなかなか芽が出ないので、最高気温が20度以上ある環境をご用意できればベストです。こちらの薄め方、メーカーによって異なるのですが、リキダスで言うと1000倍、かなり薄めで大丈夫。さらに、まだ葉っぱを取っていないという方がいらっしゃいましたら、紅葉が冷めて葉がグリーングリーンした時にカットしてあげたり、葉っぱを取ってあげるのがおすすめです。続いて、葉っぱを取った後芽が出たり根が出たり、もしくはまだ芽も根も出てなかったり、そういった場合の置き場所どうでしょう。ズバリ、日陰で大丈夫です。春の光にしっかりと当ててあげようと、直射日光に置いてあげると葉っぱが焼ける場合があります。特に芽や芽が出る付け根の部分は、もともとの株の日陰になっていることが多いです。ちょっと見てみましょう。例えばこちらモビジン×ヴィンセント加藤、どうでしょう、ご覧いただけるでしょうか。こちらの葉っぱの日陰になっているんですね、付け根の部分が。1枚取ってみましょう。はい、こんな感じ。なので葉の付け根はいつでも白いです。この灰色が白い部分が直射日光が苦手なので、日陰で管理してあげれば大丈夫です。続いて、春に葉差しをして芽が出た頃に梅雨が来て、さらにその後夏が来るので、しっかりと遮光してあげることによって多肉たち、夏越しはできるけど徒長してしまう、そういった方も多いと思います。そういった時、葉っぱが少し焼けた程度では枯れたりすることはないので、それぐらい焼けるほど強い日差しの場合のみ遮光してあげましょう。そしてその遮光率なのですが、最大で 50% ぐらいで大丈夫です。多少焼けたぐらいでは、秋には焼けた部分がわからなくなったりするので、なるべく強い光に当ててあげましょう。そしてお水をちょっと控えめにすることによって、徒長もかなり緩やかになるので、お水加減でも調整してあげるといいと思います。もしも徒長した場合、秋のお彼岸あたりに遮光ネットを取ってあげて、そのタイミングでカットして刺してあげると、キュッコロッとなった多肉たちになるのでご安心を。こちらは梅雨から夏にかけてのお手入れと、また秋になったら再度お知らせしますのでご安心ください。なので一緒に楽しみましょう。続いては、増やそうと思った株に花芽が来て、そういった花芽どうしたらいいでしょう。こちらはおすすめで言うと、お花が咲くまでに花芽の葉っぱが結構大きくなってくれることが多いです。なのでお花が咲くまではこのままぐんぐん伸ばしてあげましょう。そしてお花が咲くよという頃になったら、花芽をカット、そしてこの花芽の葉っぱを葉差ししてあげるのがとてもおすすめです。もしもお花まだ見たことなくて楽しみたいという方は、カットして小さなコップなどに飾りましょう。そうすることによってつぼみが膨らんで、お花も楽しむことができます。続いての質問、冬に室内で葉差しをして今から形を整えてあげたい、そういった時は外の日陰から管理すれば大丈夫です。その場合、伸びた茎が縮むということはないので、もしもキュッとコロッと育てたい場合は、今のうちにカットしましょう。カットして土に刺してあげれば大丈夫です。カットされた方も脇芽が出てくるので枯れたりしないのでご安心を。以上、
葉差しの質問に答えていこうの動画でした。今回はおしまい。引き続き葉差しを楽しみましょう。はい、はい、どうぞ。皆さんからいろいろ質問をいただいたんですが、逆につぶつぶ屋さんから皆さんへ質問ありますか？はい、はい、ありますね。たくさんあるんですけど、1個に絞った方がいいですよね。たくさん、すごいたくさんあるんですけど、1個にちょっと絞ってみましょうか。動画にしてほしいこと、リクエストですね。皆さんからリクエストがあれば、動画にしていきたいと思います。チャレンジ企画も大丈夫ですね。なんか今までにないような動画でもちょっとこう挑戦していきましょうか。はい、頑張りましょう。それではおしまい。